3つ目こちらです。じゃんじゃん、可愛いものじゃなく実験好き。はい、ここが私とってもね意外に思ったエピソードでございます。はい、こんなに可愛い鳥さんを作る丹治さんはですね、きっとどんだけこう何あのファンシーなものが好き、ふわふわした可愛い丸いコロンとしたものが大好きなんだろうと想像するんですけど、はい、実はそうでもない。実は実際はあのフェルトを始めたきっかけも、うん、あの素材感、素材の特質っていうのがあの気に入ってですね、はい、あの羊毛っていうのが、うん、あの縦と横に洗濯機でセーター洗ったら縮みますよね。その原理なんですよ。じゃあ、あの異素材のものを何か入れたらどんな縮み方するのかなっていう、そういう実験をシルクだったり綿だったり、まあ、オーガンジーだったりとかビニールでもありかなと思ったり、そういう一緒に混ぜて、うん、こう縮めた時の風合いが面白くって。そんな素材変えたら全然変わっちゃうんですか？科学の実験ばりに変わりますね。なんか大きな波が寄ったり全然こうマットな感じになったりとか、いろいろそういう実験して、それをこう自分のイメージする模様に当てはめていくよう な、うん、なんか2つのこうなんていうんですかね、うん、方向から1つのものができるようなそういう感じ。だから丹治さんはね、可愛いもの作家じゃなくてどっちかというとテキスタイル、 そうですね、そっちに近い。本当はそういうのやりたかったんじゃないですかね。多分一番手軽にこう身近にできるのが、はい、その羊毛だったって、織りとか染めとか本当はやりたかったんだと思うんですよ。でも気づいた時にはちょっと大人だったのでできなかったかもしれないですね。でもこれはこれで結構こう色を混ぜていく楽しみがあるんでしょ。これはもう本当にあの羊毛なんですけど、繊維なんですけど、あの水彩絵の具みたいな色が出せるんですよ、うん、で混ざった時の色とかが出るので、はいはい、そういう面白さで、うん、あの淡い色になったりとか、うん、なんか全部一体化するのでこう、うん、あのバランス的にはこう、うん、まとまった感じに仕上がるんだと思うんですけど、うん、本当はもっと発色がいいんですよ。あ、そうなんですか。へえ、うん。それが水彩の具と一緒で、あ、面白いですよね。なるほど、うん、混ざった感じがまた綺麗っていう、うんうん、茶色は難しいんですけど、うん、割と絵の具でも茶色って混ぜると、うん、あのちょっと汚くなっちゃうんですけど ね、うん、これはまだこう色数が少ないので、うん、とか同系色でやるといい感じになるんですけど、うん、それもやっぱり何回もやっぱ失敗してるのかもしれないですね。実験のこうなんとなく今は想像が実験が好きなあの想像できるのでですけど、なかなか茶色は難しいです。これハサミで切ったりとかしないで全部つながってるっていうのも特徴ですよね。1枚フェルトでできるっていうのがこの、うん、あのハンドメイドフェルトだけだと思うんですよね。これだけどこっち作っててね、1枚ってことはですよ、こっち作っててなんかこっちと模様変わっちゃったりとかってうまくいかなかったりしたことは。でもね、わざとそういう風にする人もいるし、でできるんですけど、うん、基本的には袋状に作っていく感じで、あの鏡で見た逆の模様を裏から、うん、何かを裏から見てるようなイメージで頭の中で想像して平面から立体にこう作っていく、ね、どうやってんだろう、よくわかんないけど。でもこれでちょっと縫い目あったらつまんないですよね。まあそうね、このコロンと感がね、うん、もう胸といいお尻といいね、このコロンと感がやっぱり可愛い、すごいポイントな気がします。ね、ここもあのギザギザになってるんですけど、やっぱりハサミは一箇所だけ、あの使っただけで一回だけで、はあ、あの使ってないので、この面白さっていうか、うん、ここを切っちゃうと傷になっちゃうんですよね。うん、だからもうあとは一回こうカットして、うん、あの型紙を取り出してからは、うん、あのハサミを使わないと。へえ、そうなんですって。どうですか、この子供の頃からそういう、さっきはふわふわ可愛いもんじゃなくて、はい、私は実験好きなんだっておっしゃってましたけど。そうなんですね、その、うん、子供の頃あの卵のケースありますよね、うん、あれにあの色をつけた水を凍らせたりとか、あやりませんでしたか。やらないですそういうなんか実験溶け具合とかですね、なんかそれに色を重ねてったりとか、あとは何でしょう、あの雑草ですよね、そういうのを拾ってきて、うん、あの石ですりつぶして緑の白を作ったりして遊んでたっていう、もう大体それはこう何やってんのってきたあのいじめっ子みたいのが私にかけて、だいたい服は毎回緑ですね緑色でした。あの天然の草木染めみたいになってますね。本当、実験少女の大きくなったらこんな感じになりましたそうですね、なんか物を作るようになるとは思ってなかったですけども、
今になってはやっぱりもの作りのなんか感覚みたいなちょっとあるのかもしれないですけど、全然思わなかったですね。思わないで、まさかの展開がこう人との出会いとかでなんか変わってきたような気がします。今ね、はい、前スタートの頃は、売るつもりのなかった趣味で本業っていうか別にお仕事してたのが、はい、今それやめてこっち一本になったじゃないですか、はい、じゃあそのまあこういう作家として今後目指すこととかなんかないですか？はい、ですね、なんかかわいいこれかわいいですよね、うん、でも本当はなんかね、まあかわいいだけじゃない何かと思うんですけど、他にいろいろ最初はなんかいろいろ作りたいなと思ったんですけど、やっぱりフェルトが好きで、そうですね、多分思った以上にこう作家という感じで、はい、デザイナーでもないし職人でもないので、はい、なんか微妙なところですけども、この頃なんかまた昔と違って、はい、なんかお客さんの顔を思い出しながらっていう。あ、そうなんですよね、前は自分の好きなものばっかり、自分はまあ作家だしと思って、好きなものばっかりこう作ってたんですけど、今はやっぱりこうお会いするお客様とか あのこんな感じが似合うかなっていうのを想像して作るのがまた楽しくって、来るか来ないかわからないお客様をお待ちいただいてる状態ですね。いや素敵ですね。なんかそういうふうな作り方を聞くとですね、まだまだこの柄の物語が果てしなく増えていきそうな気がするんですね。そうですね、はい、とても楽しみだなっていうふうに思いました。札幌スタイルの認証製品ということですので、ぜひ皆さんもウェブなんかでもチェックしていただきたいなっていうふうに思います。はい、はい、ということで今日のゲストはフェアグラウンドアトラクションの丹治久美子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さようなら。すいません、失礼しました。